TT チャンネルです。本日の動画は奈良京都遠征ツーリングです。旬な話題の動画割り込みます。1号機で出かけました。本日はその第5回目、京都にあります京北にあります田尻屋線です。私の林道間伐の条件です。5つ全部満たせば間伐と。間伐した林道が1本でもある県緑です。京都はまだ黄色です。というわけで今回のターゲットは京都です。京都京北の田尻屋線ということで、前線基地道の駅ウッディ京北を出発し、細野集落、そこにあります入り口からペンション愛宕道の看板、これが目印になります。で、途中進んでいきましたら三叉路がありまして、どれも行きそうな気がするんですよね。抜けてそうな感じに見えるんですよ。どれを行こうかと、はい、で、峠を越えることができれば京都の高尾方面に抜けるはずだということは地図で分かってます。それでは本編どうぞ。おはようございます。京都です。京都の林道を間伐目指してやってきました。京北っていうところにいます。これからあの辺の山ですねを探りに行きます。果たして間伐なるでしょうか。ちょっと不安です。天気もね、なんか雨が降りそうだし、はい、持つのかなっていうのもあるし、あとは奈良もそうだったんですけども、倒木だらけなんですよね。で、もう誰も処分できないので、処理ができないので、放置なんですよ。だから入り口でゲートかかってないけども、中は倒木だらけみたいなことがあっても不思議ではないですね。まあとにかく行ってみましょう。では行きましょうか。ここだよね、きっと。ここじゃなかったっけ。ここだと思うんだよな。ちょっと待ってくださいね。ですね、調べます。調べなければならない。田尻屋がこれだ。これですよ。ちょっと待ってね。三俣に分かりましたよ。え、ちょっと待って。どれ。真ん中です。真ん中だと思います。わかんないんで行ってみるしかない。左は、作業道ですね、木材の。あ、電信柱消えた。消えましたね。こっから奥はもう、そういった人工の設備っていうのは、まあ、期待しないでねっていう。ダートになりましたよ。ほら、ダートになったじゃないですか。林道の名段がありません。あ、やべ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 、何がやばいやばいって言うかというと、あのミラーをね、折ってない。俺今までこれでミラーを何個叩き割ってきたか。それでこれスカッとこけてミラーがたこやんで、なんちゅうやつありねえよ。すごいっすよ。
いや、やっぱ間伐してあると突然景色が鬱蒼としてるところからきっちり綺麗になってくる。今日は雨だね。石川と同じかな。ちょっとあの雨が降ってる中で地図を見ながらいろいろとやるっていうのがすげえ億劫な作業なんで、とにかく先に間伐したいですね。今の田尻屋川のところね、柿又関仏郡のところから抜けたんですね、京都に。いやすげえ間伐してくれてある。すげえいい道じゃんこれ。川端日の山林道みたい。この間伐してくれてあるから、いやー俺はね、若い頃に走ってた林道と似てる。どこの林道に行ってもね、林業をやってる人が必ずいて間伐してたんですよね。まだ右脇を田尻屋川が沢があるので、そんなに勾配が急じゃない。それにしても1号機 3XP 調子いいぞ。え、ちょっと待って、いやこれはこっち、これはこっちだよ。大丈夫だって川がそこにあるもん。あ、でもそんなことないか、支流かもしれないもんね。すっごいよく整備されてるけど、うねりはすげえな。うわぁ、ちょっと写真撮るか。これやっぱ暑い時は、その水に濡れたタオルを1枚持ってるかどうかって全然違うんですよ。顔もね、拭くと気持ちがいいだけじゃなくて、首にずっと巻いてるとね、なんか楽なんですよ。体温が下がるのか。ただ今ね、なんかちょっと不穏な音がしたんですよ。何がしたかっていうとね、ゴロゴロっていうか、ゴロゴロですよ。ゴロゴロって何の音だと思いますか？雷ですよ。倒木の土砂押さえに使ってる橋とかね、うん、兵庫の流れ止める倒木の、ただこれすっごい見えるのは激しい林道だな。これバンピーですね。ジャバンピーや、すごいスーパーバンピーやで。あれ、ちょっと待ってね、これ道間違えてないですか。これ作業道じゃね。
いやそんな気がしてきた。なんかそんな気がしてきましたよ。すげえ楽しい道だけど。マジかよ、間違えた、こののっけから。チキショー。あ、間違えてるね。間違えてる。くそ。間違えているにもかかわらず先へ進むという、この。右には落ちないようにしたいと思ってんで、ただ間伐してくれてあるんで、すごい走りやすい。バンピーではあるものがめちゃくちゃ走りやすいです。すっげえ網の目のような作業道。これ出てきた。これ林道だな。出ましたね。高尾バス停って書いてある。ほら。松尾峠っていうところ出ちゃったんだね。そしてこれが林道ですよ。これが林道。俺は作業道をね、あそこから登ってきちゃったんだけど。多分この林道を両方、うん、終点まで行って、で、名盤があるかどうかを確かめれば、このツーリングは俺の勝ちっていうことになるような気がしますね。よし、ちょっと。どっち行こう。左へ行くか。右へ行くか。左かな。まとめます。松尾峠まではなんとか到達しましたね。栗尾峠なんですけれども、これはですね、この林道に行くまでに行きたかった経路だったんですが、車両は通行止めでしたね。というわけで、長い長い京北トンネルを細野集落に抜けるしかなくなりました。これ残念でした。まあ、地元の方にとってはね、京北トンネルが夢だったんだったと思うんですけどね。はい、で、ペンション愛宕道の看板が目印になります。まっすぐ進んでいくと三叉路があります。どれも抜けてそうに見えたんですけども、まあ、とりあえず真ん中を進みました。で、最初は超フラットで大喜びだったんですけども、だんだんバンピーに変わってきて、どんどん遅くなって、最後は崩落してんじゃねえ、これ作業道出ちゃったかなと思ってたら、松尾峠に出ることができました。で、出た林道は右に進むと高尾バス停の案内掲示があります。左でもなんか行けそうに見えるんですね。干ばつの可能性が高いと思うんですけれども、左か右かどっちに進むか、次回に続くことになります。ありがとうございました。